バート・トラウトマンことベルンハルト・カール・トラウトマンはドイツ・ブレーメン出身のサッカー選手。1949年から1964年までイングランドのマンチェスター・シティ FC に所属したベルト・トラウトマンとも戦艦機のドイツで育ち第二次世界大戦初期にはドイツ空軍の空挺兵として3年間東部戦線で戦い鉄十字勲章を含む5個の勲章を獲得した。 第二次大戦後期には西部戦線に同し、イギリス軍によって捕らえられた。1000人いたトラウトマンの連隊で生き残ったのはわずか90人で、あり、ランカシャー州アシュトンイコールインイコールメーカーフィールドの捕虜収容所に移された。1948年にトラウトマンはドイツへの送還の申し出を拒否し、1948年に釈放されるとランカシャー州に定住。 農作業を行いながら、地元のサッカークラブ、セントヘレンズタウン AFC でプレーした。セントヘレンズでは優秀なキーパーとしての名声を得て、フットボールリーグのクラブからの関心を誘った。1949年10月には、国内最高峰のファーストディビジョンでプレーしていた、マンチェスターシティ FC と契約した。 数字区国の元空挺兵と契約したクラブの決定は抗議運動を呼び、トラウトマンの加入に反対する人々のデモには2万人が参加したが、トラウトマンはプレーを通じてマンチェスターシティのファンに受け入れられ、加入から250試合のうち5試合を除く全試合に出場した。1956年には FWA 年間最優秀選手賞を受賞。 1956年の FA カップ決勝での活躍は伝説の域に入っている。バーミンガムシティ FC のピーター・マーフィーのタックルによって残り17分で重傷を負ったもののプレーを続行して重要なセーブの数々を記録し3から1のリードを守った。優勝メダルをかけたトラウトマンの首は著しく曲がっており3日後の X 線検査で骨折していることが明らかとなった。マンチェスターシティでは1964年までプレーし、545試合に出場した。現役引退後には指導者に転身し、まずはイングランドとドイツの株リーグで、やがてドイツサッカー協会に派遣されて、サッカーミャンマー代表、サッカータンザニア代表、サッカーパキスタン代表の監督を務めた。 サッカーを通じて、イギリスとドイツの相互理解を深めたことが評価され、2004年には大英帝国勲章を授与された。2013年7月19日に、スペインバレンシア近郊の自宅で死去。89歳だった。トラウトマンが生まれた1920年代のブレーメン1923年10月22日、ベルンハルトカール・トラウトマンは、 ブレーメン西部の中流階級地域であるバレに生まれた。父親は肥料工場で働いており、母親は主婦だった。3歳下に弟、カールハインツがおり、弟とはとても仲が良かった。1930年代初頭の暗い経済情勢によって家を売ることを余儀なくされ、労働者階級が住むグレーペリンゲンのアパートに引っ越して1941年まで暮らした。 若い頃のトラウトマンは、スポーツに関心を示し、サッカー、ハンドボール、フェルカーバルを行った。スポーツをするために、キリスト教青年会とブラウ,ウントバイスに加入した。サッカーには熱意があったが、YMCA の活動にはそれほど興味を持たなかった。1933年8月には、ヒトラーユーゲントの下部組織である、ユングフォルクに加入した。 1934年には、地元のジュニア陸上競技大会で何度か優勝し、パウル・ホン・ヒンデンブルク大統領による署名が入った、有料スポーツ選手の賞賞を授与された。15歳だった第二次世界大戦会戦時、トラウトマンは自動車修理工見習いとして働いていた。1941年には、無線通信士としてドイツ空軍に入隊した。訓練では、 無線業務には適性を示さなかったので、高架両兵となるために、ベルリンの出版ダウニー移動した。まずは占領下のポーランドに派兵されたが、トラウトマンの連隊は、前線から遠く離れた場所に駐留したため、退屈しのぎに、スポーツや悪ふざけをして、時間を潰した。しかし、ある悪ふざけで軍曹の腕に火傷を負わせてしまい、トラウトマンは、 軍法会議によって3ヶ月の実刑判決を受けた。刑務所での服役開始早々には、急性中水炎となり、残りの刑期を軍用病院で過ごした。1941年10月、ソ連のドニエプロペトロフスクで進軍を停止していた第35不評手団に加わった。冬が明けてから、ソビエト軍を襲撃することがこの不評手団の焦点であり、 1942年春には五条に昇進した。ソビエト軍への襲撃の際には反撃を喰らい、千人いた部隊が東部戦線から退却する際には300人に減っていた。トラウトマンは捕虜となったこともある東部戦線での活躍で第一級鉄十字勲章を含む五個の勲章を授与された。トラウトマンは軍曹への昇格後、 東部戦線の残骸で構成された部隊の一部として、連合軍のノルマンディ上陸作戦を見越して、フランスに移動した。1944年には、連合軍によるクレーベの爆撃にあったが、トラウトマンは、この爆撃のわずかな生存者の一人だった。トラウトマンは爆撃後に、故郷のブレーメンに帰ろうとした。有効な休暇許可証を所持しない、ドイツ軍兵士は、 脱走兵として銃殺されていたことを考慮して、友軍、連合軍双方の軍隊を避けるべく動いたが、数日後には2人のアメリカ人兵士に、ナイアで捕らえられた。アメリカ人兵士は、トラウトマンの腕を上げさせてから歩かせ、トラウトマンは逃走して、アメリカ人兵士による、再捕獲を回避したものの、逃走の際にフェンスを飛び越えた先には、イギリス人兵士が待ち構えており、オフリッツ、 てめえは、アフタヌーンティーが好きなんかという言葉で迎えられた。トラウトマンはかつて、ロシア人とフランス人レジスタンスに捕らえられた経験があり、いずれも逃げ延びていたが、第二次大戦は、収束に近づいており、三度目の脱走を、試みはしなかった。まずは、ベルギーオステンド近郊に投獄され、イングランドエセックス州の暫定収容所に移されて、尋問された。 幼年時から教家の対象となっていた志願兵としてカテゴリー C に分類され当局にはナチスの一員とみなされた。トラウトマンはかつて所属していた連隊の中で終戦まで生き延びたわずか90人のうちの一人である。チェシャー州ノースウィック近郊のマーベリーホールにある捕虜収容所に移送され他の C カテゴリーの囚人たちと抑留されたが、 すぐにヒナチスであるカテゴリー B に格下げされた。ランカシャー州セント、ヘレンズとウィガンに近いアシトンイコールインイコールメーカーフィールドに、ある、ホ養収容所50に移送され、そこで1948年まで過ごした。収容所では、定期的にサッカーの試合が行われ、トラウトマンは主に右アウトサイドとしてプレーしていた。ヘイドックパークのアマチュアチームとの試合でプレー中に、 負傷したため、ギュンタールアートポジションを入れ替え、その日からは、キーパーとしてプレーした。収容所では、ベルンハルトの短縮系、ベルントの英語訛りである、バートと呼ばれるようになった。捕虜収容所の閉鎖が差し迫ると、トラウトマンは、ドイツ総監の申し出を辞退し、イングランドに泊まる決定をした。ミルソープの農場で働き、続いて、ハイトンで爆弾廃棄の作業に当たった。 1948年8月、リバプールカウンティ協会リーグのセントヘレンズタウン、AFC に加入し、後に結婚することになる、クラブ役員の娘、マーガレット・フライアーと出会った。1948から49シーズンを通じて、キーパーとしての名声は徐々に高まり、セントヘレンズの試合に集まる、大群衆は、彼の活躍に起因するものだった。地元で開催された、 マオンカップ決勝には記録的な9000人もの監修が詰めかけた。1948から49シーズン終了後、セントヘレンズはランカシャー州協会リーグ2部に昇格した。セントヘレンズでの活躍によって優れたキーパーとしての名声を得て、フットボールリーグのクラブからの関心を引いた。1949から50シーズンが開幕すると、 いくつかのクラブが獲得に興味を示した。トラウトマンに、いち早く契約を提示したのはマンチェスターシティ、FC であり、シティは、国内最高峰のファーストディビジョンでプレーしていた。1949年10月7日には、シティとアマチュア契約を結び、わずか1ヶ月後の11月1日には、プロ契約に変更した。トラウトマンはアディダス創業者のアドルフ・ダスラーと、 信仰があり、イギリスでアディダスの製品を着用した初のスポーツ選手である。サポーターの不満シティのサポーターの中には、元ドイツ空軍兵との契約に不満を示す者もいた。シーズンチケット所有者は、試合観戦のボイコットを示唆し、マンチェスターを含めたイングランド中の団体がシティに抗議の手紙を送った。さらには、クラブ史に残る偉大なキーパーであるフランク・スウィフトを、 引退に追いやる形となったことも、サポーターの不満に拍車をかけた。ノルマンディー出身のベテラン選手であるキャプテンのエリック・ウェストウッドは、個人的にトラウトマンとクラブとの契約に疑問を呈したが、公の場ではトラウトマンを歓迎し、ロッカールームに戦争はないとの声明を出した。11月19日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、ファーストチームデビューし、 初のホームゲームで能力を示すと、ファンからの抗議は収まった。アウェイマッチでは、群衆から罵倒を受けることもあり、トラウトマンの集中力に影響を与えた試合もあった。1949年12月のダービーカウンティ FC 戦ではアウェーで7失点を許している。ロンドンでの初の試合が行われた、クレーブンコテージ1950年1月のフラム FC 戦は、 トラウトマンが初めて首都ロンドンでプレーした試合だった。ロンドンにはイギリスのマスコミの大半が拠点を置いていたため、この試合は広範なメディアの注目を集めた。一流のスポーツジャーナリストの何人かはこの試合がトラウトマンのプレーを見る初の機会だった。第二次大戦中にドイツ空軍はロンドンにも被害を与えており、ドイツ空軍を憎む群衆は空挺兵であった。 トラウトマンにドイツ野郎やナチと叫んだ。シティは1949から50シーズンのリーグ戦で苦しんでおり、シティの大敗とフラムの対象が予想されたが、トラウトマンは何度も後セーブを見せて最終的なスコアを0から1の赤敗に食い止めた。試合終了の笛が吹かれると、トラウトマンは観客席からスタンディングオベーションを受け、両チームの選手から称えられた。 シティはその後のシーズンを苦しみ、1950年にはセカンドディビジョンに降格した。1950から51シーズン終了後、シティは降格からわずか1シーズンでトップリーグに戻った。トラウトマンは以後の数年間に行われた250試合のうち245試合に出場し、リーグ有数のキーパーとしての地位を確立した。 1952年までにトラウトマンの名声は母国ドイツにも広まり、シャルケ・レイオンはシティに対して1000ポンドのオファーを提示したが、シティはこのオファーを断り、トラウトマンにはその20倍以上もの価値があるとした。1950年代半ば、シティのレス・マクドウォール監督は低い位置にセンターフォワードを置く新たな戦術を導入し、ドン・レビーがセンターフォワードを務めたことで、 この戦術はレビープランと呼ばれた。当時のキーパーはシュートをキャッチすると敵陣に向かってできる限り遠くまで蹴飛ばすのが一般的だったがレビープランは長時間のボールポゼッションが鍵となる戦術でありトラウトマンにはキック力ではなくスローイング能力が求められた。1953年のイングランド代表対ハンガリー代表の試合でハンガリーのキーパー クロシチジュラが見せたスローイングの影響で、トラウトマンは、ケン・バーンズやジョン・マクタビッシュが務めた、ウィングハーフにボールを投げて、攻撃を開始することを試みた。ウィングハーフは、トラウトマンからボールを受けると、センターフォワードのレビィにパスをつなげた。この戦術が功を奏し、レビィは1954から55シーズンに、FWA 年関西優秀選手賞を受賞している。 1955年 FA カップ決勝シティは1954から55シーズンの FA カップ決勝にコマを進め、1950から51シーズンと1951から52シーズンの FA カップ王者であるニューカッスルユナイテッド FC と対戦。トラウトマンは FA カップ決勝でプレーする初のドイツ人選手となった。シティの選手は大舞台での緊張のせいか。 試合開始45秒でジャッキー・ミルバーンに得点を許した。18分にはジミー・メドーズが負傷してベンチに退いたが当時のルールでは試合中の選手交代は認められていなかったためシティは10人での戦いを余儀なくされた。トラウトマンはスローイングが得意だったがこの試合では攻撃の起点となる能力を欠いた。シティは前半のうちに追いついたが後半は ニューカッスルに押し込まれ、57分にボビー・ミッチェルのゴールを許して1から2となった。最終的には1から3で敗れ、トラウトマンは準優勝メダルを手にした。1955年と1956年の FA カップ決勝が行われたウェンブリー1956年、FA カップ決勝シティは充実した1955から56シーズンのリーグ戦を4位で終え、 FA カップでは再び決勝に進出して1956年5月6日にバーミンガムシティ FC と対戦した。このシーズンのトラウトマンは決出した活躍を見せ、FA カップ決勝の2日前にはキーパーとして初となる FWA 年間最優秀選手賞を受賞していた。決勝の舞台は前年と同じくウェンブリーであり、トラウトマンはこの試合で 世界的に高い評価を得ることとなる。前年の決勝では緊張のせいか試合開始早々に失点したが、1956年の決勝で、シティの選手は落ち着きを見せていた。この試合で決出したプレーを見せたレビィに影響され、前半の早い段階で、ジョーヘイズが左足でゴールを決め、14分にはバーミンガムに追いつかれた。後半半半ばまで1から1の均衡状態が続いたが、 ジャックダイソンとボビー・ジョンストンが立て続きにゴールし、シティが3から1とリード。続く10分間は、バーミンガムが猛攻撃を行い、75分には、ゴール前に飛んできたボールにトラウトマンが飛び込むと、バーミンガムのピーター・マーフィーの右膝がトラウトマンの首に激突した。トラウトマンは足をふらつかせていたが、試合中の選手交代が許されないルールによって、そのまま試合が再開された。 トラウトマンは残り15分間ゴールネットを守り、再びマーフィーのシュートに決定的なセービングを見せた。シティはそのまま優勝を果たし、試合終盤に幾度ものセーブを記録したトラウトマンがヒーローとなった。トラウトマンは後にこの試合の終盤は霧の中にいるようだったことを明らかにした。トラウトマンの首は痛み続け、フィリップ王子は優勝メダルを手渡す際に曲がった首に、 ついて声をかけた。トラウトマンは満足に頭を動かせないのに、試合当日夜の宴会に出席し、休息が傷を癒してくれることを期待して、床についた。しかし、翌朝になっても痛みは引かなかったため、セントジョージ病院に向かい、単に首が痙攣しているに過ぎないと診断された。3日後には、セカンドオピニオンを受けるために、マンチェスター王立病院に行って、 X 線検査を受け、5本の脊椎骨の脱臼と2番目の脊椎骨に亀裂があることが判明した。3番目の脊椎骨は2番目の脊椎骨に食い込んでおり、トラウトマンの生命に関わる損傷を妨げていた。首の負傷のリハビリには数ヶ月間かかり、トラウトマンは1956から57シーズンの大部分を欠場したため、ジャック・サベージがその穴を埋めた。 1956年12月までにリザーブリーグの試合に2試合出場したが、自身の欠如が迷いとなって、プレーに現れた。12月15日のウォルバー・ハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で負傷後初めて、トップチームの試合に復帰したが、この試合では3失点を許し、残りのシーズンでも調子を取り戻すのに苦労した。一部のファンやメディアは、 トラウトマンに引退を流したが、多くのファンは、トラウトマンが負傷から回復していないのにプレーを余儀なくされたとして、クラブを批判した。1957から58シーズンのシティは104得点、100失点を記録し、得点も失点も100点を超えるイングランド初の、珍しい記録を打ち立て、クリーンシートはわずか2試合だった。トラウトマンは34試合に出場したが、 2から9で敗れたウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦には出場していない。4から8で敗れたレスターシティ FC 戦はトラウトマンの経歴の中で最も多くのゴールを許した試合となった。トラウトマンは40歳となった1964年にシティを退団した。トラウトマンは1949年から1964年まで 在籍したシティでの15年間で545試合に出場し、この記録は今日でもクラブ歴代4位の出場記録、クラブの外国人最多出場記録となっている。1964年4月15日には4万7000人の前で対談記念試合を行ったが、実際には6万人近い観客がいたと推定されている。トラウトマンはこの試合でシティのキャプテンを務め、 ボビー・ロブソンやデニス・ローがいたマンチェスター・ユナイテッドと、また、トム・フィニーや、スタンディー・マシューズや、ロニー・クレイトンや、ジミー・アーム・フィールドがいた、世界選抜と対戦した。その時代をリードするキーパーと認識されていたものの、トラウトマンは、母国のために、ドイツ代表でプレーしたことはない。1953年にはドイツ代表監督の、ゼップ・ヘルベルガーと面会。 移動距離や政治面で容易には代表に選出できないとの説明を受け、もしドイツリーグでプレーするのであれば代表選出を検討すると伝えられた。国際的孤立によってドイツ代表でプレーできなかったため、1954FIFA ワールドカップで母国が優勝した際もメンバーには選出されていない。トラウトマンの唯一の国際舞台は1960年、 フットボールリーグの非イングランド人選抜に召集されたのが最初で最後である。トラウトマンは非イングランド人選抜のキャプテンとしてアイルランドリーグ選抜と対戦し、またイタリアリーグ選抜とも対戦した。1964年にシティを退団した後、トラウトマンはウェリントンタウン FC で短期間プレーし、1試合あたり50ポンドの給料を受け取った。 カレーによる衰えは感じさせたが、ヘレフォードユナイテッド FC とのデビュー戦では、サッカーファンの注意を引きつけるだけの能力を見せた。しかし、2戦目のトンブリッジエンジェルズ FC 戦では、暴力行為で退場し、その後は試合に出場することもなかった。数ヶ月間かけて、将来のキャリアプランを考えていたが、1965年には、ストックポートカウンティ FC の、 ビクトル・バーナード会長からゼネラルマネージャーの地位をオファーする電話を受けた。ストックポートは低予算でカブリーグを戦うクラブであり、トラウトマンへのオファーはクラブのイメージを改善するための試みだった。この地域のサッカーファンの大半はマンチェスターの領有を応援しており、ストックポートを気にかけるサッカーファン自体が少なかったため、トラウトマンとバーナードは活性化させるために、 マンチェスターの2強がホームゲームを行わない金曜日夜にホームゲームを移した。財政状況は改善したが、スポーツ面では苦しみ、バーナードとの意見の相違から1966年に GM を辞任した。1967年から1968年にはドイツの SC プロイセンミュンスターの監督を務め、1967から68、 シーズンのレギオナルリーガ西で13位となった。続けて1968年から1969年には短期間だが SC ・オペル・リュセルスハイムの指揮を取った。ドイツサッカー協会は国家的なサッカー組織構造が存在しない国に開発事業者としてトラウトマンを提供した。まずは1972年から1974年にはミャンマーで サッカーミャンマー代表監督として2年を過ごした。1972年の夏季オリンピック予選を戦い、1972年末に東南アジア諸国が集って行われたプレジデンツカップで優勝した。続いて1975年にはサッカータンザニア代表の監督を、1978年から1980年にはサッカーリベリア代表の監督を、 1980年から1983年にはサッカーパキスタン代表の監督を務め、1988年に指導者生活から退いてスペインに定住した。2013年7月19日、スペインバレンシア州ラリョサの自宅で死去。89歳だった。2013年中には二度の心臓発作に見舞われていた。 ドイツサッカー連盟会長のボルフガングにイーアスバッフはトラウトマンが素晴らしいスポーツマンであり真の紳士だった伝説的な存在だと語った元アーセナルのキーパーであるボブ・ウィルソンはツイッターで我々の敵大国に対する感情を和らげた偉大な人物であると呟いた元マンチェスターシティのキーパーであるジョーコリガンは素晴らしい人物であり 史上最高のキーパーの一人だと述べた。トラウトマンはシュートストップに引いてており、特にキャリアを通じて60%もの PK ソシリーズを誇った。マンチェスターユナイテッド FC のマッド・バズビー監督は試合前の控え室でトラウトマンと対面したら考えるのを止めんなよ。シュートを打ってから考えろ。顔を上げてシュートを打ったらお前らの考えは読まれちまうと語った。 シティのフォワードである、ニール・ヤングは、練習中にトラウトマンのゴールを破る、唯一の方法は、打ち損じることだと表現した。青年時代に、ハンドボール選手だった、トラウトマンは長距離のスローイングに長けており、彼のスローイングは攻撃の起点となった。特に1953年のイングランド代表対、ハンガリー代表の試合で、ハンガリーのグロシチジュラがスローイングを効果的に用いた。 ことで、トラウトマンも、同様の戦術を試みるようになった。トラウトマンは批判されることを好まず、親友の提案のみを受け入れた。短期なことでも、しばしば問題を起こし、一度ならず退場処分を受けている。世界レベルのキーパーは二人だけなのだ。一人は、レフ野心で、もう一人はマンチェスターシティでプレーしている、ドイツ人少年。 トラウトマンなのだよレフヤシンの言葉トラウトマンはサッカー界の数多くの人物から賞賛を受けた。ロシア人キーパーのレフヤシンは史上最高のキーパーに自身を選んでいるが世界レベルのキーパーとして自身の他にトラウトマンのみを選んでいる。アーセナルのボブ・ウィルソンは少年時代のヒーローにトラウトマンの名前を挙げている。ゴードン・バンクスは プレイスタイルに影響を受けた人物にトラウトマンの名前を出した。デイリーメール氏はトラウトマンを歴代第19位のキーパーに選んだ。マンチェスターシティが1955年と1956年の2年連続で FA カップ決勝に進出したことを挙げて ESPN は FA カップ史上最高のキーパーにトラウトマンを選んだ。ESPN はピーター・マーフィーと作して 首を負傷した際の西部を FA カップ史上最高の西部と評価した。1995年11月、キパックススタンドの最春工のためにメインロードに招待された。2003年5月にはシティがメインロードからシティオブ・マンチェスター・スタジアムに本拠地を移転し、2004年にはメインロードが解体されたため、キパックススタンドは最春工から10年も持たずに取り壊されている。 1997年、トラウトマンは、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与された。2004年には、イギリスとドイツとの関係改善に貢献したとして、名誉大英帝国勲章を受け、ベルリンのイギリス大使館で授与された。翌日夜のベルリンフィルハーモニー還元楽団の、コンサートでは、エリザベス女王に会い、女王は、あら、あなたトラウトマンね。覚えていますよ。 まだ首は痛いのかしら、と冗談を飛ばした。2004年のマンチェスターシティ FC の殿堂が創設されると、トラウトマンは創設初年度に殿堂入りした。2005年にはイングランドサッカー殿堂入りした。マンチェスターシティ退団後もシティの動向を追い、イギリスを離れた後にも試合観戦のためにマンチェスターを訪れた。直近では2010年4月に、 シティのホームゲームを観戦し、テレビでは毎試合観戦している。シティは未だに、わしのクラブだ。わしはイングランドを愛しているし、イングランドのために声を張り上げている。ドイツとぶつかるとき以外だがね。と述べた。1999年には、BBC の番組、タイムウォッチが企画した、イギリスに残った、ドイツ人に出演し、ドイツ人捕虜となったがイギリスに残ることにした。 体験談を語った。トラウトマンの最後の妻マルリス1950年には、セントヘレンズ出身のマーガレット・フライヤーと結婚したが、1960年代に離婚している。彼女との間には3人の子供、ジョン、マーク、ステファンを設けている。長男のジョンは1956年の FA カップ決勝の数ヶ月前に自動車事故で亡くなった。5歳だった。 トラウトマンによると、長男の事故死をきっかけに妻との結婚生活が崩壊したという。最初の妻との間の3人の子供の他に、長年疎遠だった女性との間に、娘がいる。フライヤーとの離婚後には、ドイツ国籍のウルズラフォン、デアハイデと結婚したが、1982年に離婚した。1990年からは3人目の妻マールリスと共に、 スペイン・バレンシア近郊の海岸にある小さなバンガローに住み、トラウト漫才団を立ち上げた。1956年には、自伝、ステップス・2ー・ウェンブリーを出版した。出展、ザ・バイオグラフィー、マンチェスター・シティー、ザ・コンプリート・レコード、ピアニッシモ、367-395。ありがとうございます。